はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はね、やっとできましたよ。コード進行バージョン GPT プロンプトジェネレーター for コードというのとですね、それをチャット GPT に投げかけて、そしてその答えをですね、MIDI ファイルにできる、そんなウェブアプリを完成させました。皆さんぜひ無料ですので使ってみてください。今画面にあるのが GPT プロンプトジェネレーターです。僕はこの仕組み自身を村長スタイルコードと呼んでいます。僕が考えた独自の方法で返事を返してくれるという、そういうものです。じゃあ早速やってみましょう。ここではキーを選択します。そしてスケールですね。こういうふうにメジャーマイナーとかを選択することができます。そしてジャンル、ジャズを選んでおきましょう。そして BPM ですね。あとはイントロ、 A メロ、 B メロとかいうですね、どんなセクションを作ってもらうか、こういうふうにします。そして雰囲気、まあこの雰囲気というのは気分程度と思ってください。そして小節数を入力します。まあ、これもきっちりですね、出してくれるというのではないですけれども、そして8ビートの曲ということにします。これで使用希望コードも一応出せるんですが、これもですね、曲調に合わせてチャット GPT が考えるので、あまりこれは当てになりません。そしてですね、小節のコード数をこのように指定しまして、まあ、ランダムというのにもチェックをしておくとですね、コード進行がちょっと複雑になったりします。そして歌詞の例を希望するか、アイデアが欲しいという時にですね、ここで歌詞の例も言ってくれるようになります。日本語歌詞というのにチェックを入れておきましょう。あと転調もあります。ここでプロンプトの生成をします。はい、このような形でプロンプトができました。そうしましたらプロンプトコピーをしまして、そしてクリップボードにコピーされましたと出ますので OK をします。そしてチャット GPT に行きます。最近思いませんか、チャット GPT が、社長が日本に来てからですね、一気に速くなりました。1倍2倍の話じゃないですよね。5倍10倍ぐらい速くなった。もう1ページ出すのは瞬間ぐらいになりましたね。なんでこんな上手くなったのかというような感じに思います。そうしましてこれをペーストします。コントロール V、 もしくは Mac の場合コマンド V ですね。このように貼り付けまして、そしてドンとするとこんな風に回答をし出します。このようにセクションも出してくれます。そしてですね、これをこのようになぞります。もう文字の部分もなぞってください。少しマイナーアップデートもしようと思っているんですけれども、この A メロとかのメロという字は取れるんですが、 A とか B とか C がちょっと残りますので、その辺のところを少し改良もしたいと思いますが、それは編集ができるようになっています。コントロール C でコピーをしまして、そしてです、今度はもう一つのソフトウェアがあります。こういうような村長 GPT コードプレイヤーというものです。これを貼り付けます。コントロール V、 はい、このようになりますね。ここでコード整形というのを押していただきます。はい、このようになりましたが、 A メロとかというようなのが残ったりしています。ただし A とかいうのはですね、使えなくもないんでいいんですが、ちょっと一応念のために消しておきます。あとはそうですね、 A、B、B どこだ、まあこんなことしないでですね、必要な部分だけをやってくれればいいわけですけれども、こんな風になりましたけれども、まあ、編集もできるという意味合いでですね、こうやって切ってみます。はい、これでもう一度コード整形を押します。そうしましたらちょっと前後にですね、
縦棒がないところとか、そういうのを整形してくれるようになっています。そしてですね、ここでミディの書き出しというのをしますが、ここで4ビートチャン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 と出すのか、全音符でジャラリンジャラリンと出すのかですね、3拍子もできるようにしましたので、3拍子をこう押すとですね、勝手に3ビートというのにチェックが入ったりします。もしくはこっちでまた8ビートというのにしましたら3拍子が切れたりします。あとはベース音を入れたり、展開系であまり高い音とかですね、低い音とかがなく C4 ぐらいのあたりでですね、コード構成をしてくれる、いわゆるボイシングっていうのですね、そういうこともできるようにしています。あとはベロシティのスライドをすることができます。そして BPM も変えることができます。これでミディの書き出しというのをします。するとこのようにホルダーダイアログが出てきますので、今ちょっとテストいっぱいしてたのでですね、コード76というのに保存します。はい、たくさん僕が実験してたコードがあります。76、一番最後の方かな、これですね。じゃあこれを聞いてみましょう。D7 シャープナインス、このコードね、僕こう辞書を作ってあるんですけれども、もしかしたらここになかったかも分かりません。ちょっと音が単音のようになりましたよね。まあこういうアップデートももう毎日のようにやっていきますので、皆さんは概要欄に貼ってあるですね、URL をクリックしていただくだけでインストールとかなしで使っていただけます。また先日から発表しましたメロディーのプロンプトジェネレーター、そしてメロディーを演奏するプレイヤー、計4つのウェブアプリを出していますので、皆さんそれでですね、メロディーを作ったりコード進行を考えたり、そんな風にしてみてください。皆さんがチャット GPT で聞くよりもちゃんと返事を返してくれます。先ほども見ていただいたと思いますが、このようにですね、綺麗な形で回答を返してくれたりします。ですからとても使いやすいです。先ほどの編集のようなことをしたくない場合はですね、こうやってなぞるようにするのもいいでしょう。これが MIDI ファイルになったわけですから、DAW の方にドラッグできます。はい、ちょっと最前面で固定しておきます。そうしまして、DAW を立ち上げます。まあ僕の場合はこのようにですね、スタジオ1ですけれども、どの DAW でも大丈夫です。そうしまして、先ほどの76、これをですね、このように引っ張ってきます。はい。ベースの音とかが入ってしまっていますけれども、これはですね、まあ消してもらってもいいです。ベースの音はもちろん消すこともできます。このようにしてですね、編集をしていただいたらいいわけです。ちょっとベースは削っておきましょう。 MIDI になったらこういうことが簡単にできるわけですね。そしてここですね、ちょっとここも削っておきましょう。こういう時はここでカットすればいいですよね。はい、スタジオ1の場合はリップル編集もできますので、これでデリートすると、はい、こうやって詰めてくれますね。ここまで来たらですね、もういろんな便利なソフトがありますよね。例えばユージャムのギターを入れてみたいと思います。 VG スパークルを入れてみましょう。じゃあこれで鳴らしてみましょう。
っとパターン変えます。もうあとは皆さん言わなくてもわかりますよね。もうじきしばらくぶりにですね、アップデートされるトゥーントゥラック社のイージーキーズとかイージーベースとかね、そういうようなものにも簡単にドラッグドロップしてですね、使ってもらうことができる。これがとっても強みです。皆さんもぜひコード進行のジェネレーターと、そしてプレイヤー MIDI に変換、これらを使ってですね、コード進行、そしてチャット GPT と連携してですね、音楽ライフに役立てていただくといいんではないかな、そんな風に思っています。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。またねー。